こんばんは。元男の子で元高知高校野球部で元142キロピッチャーの青木香音です。今日はですね、立派なピッチング場、わかりますか、これマウンドの山まであるんですよ。ここで投げたらめちゃめちゃスピード出るんじゃないか。バッティングパレス秦野店さんにご協力いただいて、このピッチング場で私のスピードを測定していただけることになりました。この前私は動画で春までに120キロ目指しますっていう宣言をしたので、今日はこのブルペンで投げれるということで、私は気合を入れてこのマシンを導入しました。これテクニカルピッチといって、この中にですね、球速を測定できる機械が入ってるんですよね。これを投げるとスピードの測定はもちろん、青木の球は今何回転したのかっていうのも全部測定できるんですね。今日はこの球を使って私のスピードボールが果たして何キロ出てるのか測定していきたいと思います。ただ前回の動画と違って、今回はプロ野球選手と同じような環境で投げるわけなんで、普段よりもスピード出やすくなってると思うんですよ。今日何キロ出るか楽しみです。早速アップから入っていきましょう。それにしましょうね、寒いですから。ちょっとお見せしましょうか。テクニカルピッチってアプリなんですけど、あの案件じゃないですからね。これをスイッチ入れるためにボールを高く1回上げなさい。1回ボールプンペアリング完了。18っていう運用、8の字にも合わせと何手なさし。ちょっと待ってここにスピード測れないってことある？これ3万円もしたんですよ。ホームベース上からピッチャーモードに向かって、これ1回あっちに行かなきゃ、一緒に来てください。ちょっとこれで、ね、ホームベース上からピッチャーモードに向かって、端末水平に構え、セット OK。 ごめんなさい、動画内で重大なミスに気づいてなかったので補足です。実は前回計測した最速記録は軟式ボールだったのですが、今回投げるボールは硬式ボールなので、前回との記録はあまり参考にならないかもしれません。次回はまた軟式ボールで測定しようと思います。では引き続き動画をお楽しみくださいませ。前回出せた111キロの壁が、あれ、なんか思ったよりスピードが。投げ方見直そう。お願いします。いきます。いきまずに最後だけ力を込める。体重のこのバランスをうまく乗せれれば、私あんまりやっぱり思いっきりこう踏み込まない方がいいかもしれないですね。やっぱ足腰も弱いから多分こうなっちゃいますね。なので多分歩幅狭くいった方が、たまに音が出てくれれば。アベレージ104でも上がったのか。よく言えば超えたいですね。壁、高校時代を思い出せ。お前男だろ。それはちょっと違うな、訳分かってくる。ちょっとフォーム変えよう。さっき振りかぶってたんでこのままでいきます。これがスランプか。練習してるわけよ。まあでもこれが実力なんだな。セットポジションだけには、サンスポー歌ってもらえませんか。
パー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 
なと思います。悔しいそんな出ないもんですかね、あんなに叱られたのに。前回と今回だと球が軟球と硬球とっていうのもあったんで。そうですか。軟球投げてる人って硬球とか投げれないって言いますよね。いやでもこれに甘えちゃいけないですよ。フォローしてくださってるかもしれないですけど、私甘えないですよ。じゃあ頑張っていくってことですね。頑張っていきますよ。宣言した時軟式のボールでスピード出てたんで、次また軟式でスピードボールを測ってみたいと思います。今日はですね、もう私の無様な姿を見せてしまって本当申し訳ございませんっていう動画なんですけども、久しぶりにマウンドで投げれたっていうのはすごいいい経験でした、ね。うん、バッティングパレスハドロンテンさん、ありがとうございました。悔しい。今日は俺の負けだ。チャンネル登録高評価してくれよな。最後にキャラ崩壊するありがとうございました。あと Twitter と Instagram と LINE 公式のアカウントもありますので、そちらの画面下のフォローお願いします。また次のでお会いしましょう。悔しい